一人者文庫大賞は日本の出版社、一人者が主催する公募新人文学賞である。2008年5月20日の一人者文庫総監と同時に新設、第1回募集開始。一人者が刊行するライトノベル系文庫レーベルは、一人者文庫と一人者文庫アイリスの2種類であるが、本賞も一人者文庫部門と一人者文庫アイリス部門の2種類に分けられており、 一人者文庫部門の募集ジャンルは、10代向けのエンターテインメント小説、アイリス部門はファンタジー、ユリなどとされている。第1回の締め切りは両部門とも2009年9月30日で、1年4ヶ月という定期開催の新人賞としては、異例の長期にわたる作品募集を行っていた。また、募集要項は発売タイトルの端末に、 掲載されていたものの公式サイト上では文庫の刊末を参照するよう促す。以上の詳細な告知は行われなかった。第1回の応募総数は221点。当初の発表では印刷とデータのセットでの投稿規定とされていたが、募集期間中にデータ投稿のみとする規定変更が告知された。第1回の審査委員は先駆け、風見天音が務めている。 第4回募集中に、一人者文庫ニュージェネレーションアワードにリニューアルし、2014年には、一人者文庫大賞に名称が戻されている。審査員は身の崎順、7月高踏み。2016年で募集は停止した。以下、謝辞は、未観光、著者へのリンクはデビューしたもののみ。第1回の応募総数は230点以上第4回募集中に、開催回数をリセットして、 ニュー、ジェネレーションアイリス少女小説大賞にリニューアルしていった。そちらは2021年現在も募集されている。また、同文学賞とは別に小説家になろうと組んだ、一人者文庫アイリス恋愛ファンタジー大賞が2015年に創設され、受賞作は主に姉妹レーベルアイリスネオにて、刊行されている。以下、写事は、未刊行著者へのリンクはデビューしたもののみ、 ひとまずの応募総数マイナス一一1席、ナイトインスペクタ、えんの下流度、ウェブキャットプラス。webca tplus.2.ac.jp。2021年4月4日閲覧。ab、大阪市立中央図書館。b、1階ヤングコーナー。ライトノベルウィナーズ、僕が彼女に帰省中から、ウェブキャットプラス。 w e b c a t p l u s. n e. ac.jp2021 年4月4日閲覧一陣社ウェーブ一陣社文庫ニュージェンナーシャナワード20132時先行結果発表 www.ichijinsha.co.jp2021 年4月4日閲覧一陣社ウェーブ一陣社文庫ニュージェンナーシャナワード2013 審査結果発表。www.ichijinsha.co.jp2021 年4月4日閲覧。一人者ウェブ一人者文庫簡単に彼を変態とは呼べない。www.ichijinsha.co.jp2021 年5月26日閲覧。 一人社ウェブ一人社文庫ニュージェンナーシャナワード2014審査結果発表 www.ichijinsha.co.jp2021 年4月4日閲覧2作品が受賞一人社文庫大賞2015の最終審査結果が発表ラノベニュースオンライン2021年4月4日閲覧 一人者文庫大賞2016の最終審査結果が発表。奨励賞に1作品が選出ほか、一人者文庫の観光休止も明らかに。ラノベニュースオンライン。2021年4月4日閲覧。一人者文庫大賞アイリス部門について、第1回一人者文庫大賞アイリス部門選考結果発表。 www.ichijinsha.co.jp2010 年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月26日閲覧第2回一人者文庫大賞アイリス部門選考結果発表 www.ichijinsha.co.jp 2011年10月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月26日閲覧。第3回一人者文庫大賞、アイリス部門選考結果発表。www.ichijinsha.co.jp。2012年9月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月26日閲覧。 ありがとうございます。